付き合ってください。いやー、まあ、うまくまとまんないんですけど、とりあえず嬉しいです。はい。ありがとうございます。第1ローテ2本、第2ローテが1本、第3ローテ4本、見事逆転で優勝ということですね。はい、まあ、予選から、準決勝、決勝になるまで、どのようにしていきたかったかという、まあ、どのようにしていったかというのを聞かせてください。はい、予選は、昨日、ラクティブに入ることができて、スプーンはあんまり効かないなと思ったんですが、予選は、スプーンで流してもダメだなと思ったので、リフタリーリフタリーやって、まあ、予選をかろうじて抜けて、うん、中に入れて、うん、で、準決勝も同じ感じでリフタリーを押し通したんですよ、うん、で、決勝は最初リフタリーだったので、うん、反応がなくなって、うん、魚が浮いたかなって思って不安入れて、で、風も強かったじゃないですか。うん、強かったね。なんで、まあ、エステルで、エステルさんの、うん、まあ、エステルやったらどっちかいいんで、ノリ、雄大さん、スクローザーで、ね、ちょっと触れたかなっていう感じで、かけてきちゃって、はい、なんとか、最後の最後にまくるとはい、ということですね。はい、素晴らしかったですね。そしてね、アンケルを1個もらったら、おめでとうございました。6本5本ってね、本当に仕草が強かったので、誰かが本当に良かったのか分からなかったですね。お疲れ様でした。